もこんばんは。こんばんは。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞおかけください。はい、皆さんこんばんは。スキーマガジン .jp、今日のナビゲーターは私ガマニオシャルが務めさせていただきます。さあ今日はですね、ヒストリーオブスキーヤーズということで、素晴らしいゲストをお招きしております。片桐美京さんでございます。どうも。こんばんは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。とんでもないです。はい。今日はもうね、いつもとちょっと雰囲気を変えましたよ。この片桐美京さんの、まあ、お家って言いますか、はい、今もうあの、この切り盛りって言いますか、あの中心的にあの息子さんの健作さんがされてますけどもね、はいはい、今日はあのこのハウスサンアントン野沢温泉村ありますけども、こちらのこちらの部屋をお借りしまして、放送をさせていただいております。いや美京さん本当ね、これからいよいよスキーシーズンということで、はい、いやいよいよシーズンですね。ですね、はい、いやそんなお忙しいところお時間取っていただいて、とんでもないです。大変ありがとうございます。片桐美京さん、ですね、今日はあのカジュアルにいつものように美京さんということで呼ばせていただいて、はい、進めてまいりますけれども、私の方からですね、あの美京さんについて、まあ経歴といいましょうか、プロフィールをざっと紹介させていただきますけれども、1955年、野沢温泉村でお生まれになりまして。幼少からスキーをされて16歳でですね、単身オーストリアへ、渡りまして、そして、ワールドカップそしてオリンピックとですね、まあ、ダウンヒラーとして、まあ、日の丸ダウンヒラーとしてですね、世界を駆け巡ってレースを転戦されました。そして、選手を引退された後はですね、ナショナルチームのコーチ、ヘッドコーチも、されまして、そして、もう一方ではその TD あの国際スキー連盟の、まあ、ワールドカップですとか世界選手権ですとかそういう公認レースの現場の最高責任者でもあります TD テクニカルディレクターとしてですね、そのアルペン界を支えてこられました。そして、そのコーチ終わってからは地元野沢温泉村に戻られまして野沢温泉スキー場の代表取締役社長として現在活躍されておりますと。こんなところで大丈夫ですか、はい、間違いございませんでしょうか、はいはい、大丈夫です。そんなことで、はい、あの我々そのスキー業界、特にあのアルペン選手として関わった方にはもう、まあ、特に我々世代にはもう本当に、まあ、兄貴分のような、存在で、皆さんにいろんな方にこう慕われている、美京さんなんですけども、幼少の頃からですね、今日に至るまでのいろんな話も伺っていきたいと思います。はい、そうですね、はい、まず美京さんの、野沢で、まあ、当然スキーも始めたと思うんですけども、始めた頃のことって覚えてらっしゃいますか？いや覚えてないんですよ。覚えてない。というかもう多分歩い、はい、歩くと、はい、もう野沢の場合はもう、イコール、スキーを履くみたいなところ多分あって、はい、その、これが第一歩のスキーだなんていうのは記憶にないですね。もう気がついたらもう、そうですね、まあ、スキー履いて生まれてきたとは言わないですけど、でも、もう多分もうそれに近いような状況ですよね。あ、まあそんなんでスキーをごく自然に始めて、スキーのレースといいますか、競技のスキーの方にこう目覚めたのっていつぐらいか、この辺は覚えてらっしゃいますか？それも覚えてます。気がついたらもう選手だった。気がついてたらもうそうスキーにはまってましたね。でやっぱりこのこういうその土地柄、はい、やっぱり遊びの中でもスキーをしてました。なるほど。だからもう学校から帰ってきたらもうスキーにもう行く当たり前、はいはい、うん、でまあスキークラブね、ジュニアスキークラブっていうそういうところでずっとやってたんで、はい、もういつ本当に自分がそういう意識を持ってスキーに向き合ったかなんていうのはもう全然記憶にないですね。いやもうなんていうかそのこう生きてきたその時間にもう自然にこうスキーがこう練り込まれてったみたいな、あの生活の中にスキーっていうのがもうバッチリ組み込まれてましたね。ああ、だからご飯を食べたり風呂入ったりすると同じようにスキーをされるっていう、まあまあね、なるほど、はい、まあまあお父様がね、片桐忠さん、あの、はい、長野県スキー連盟の会長としてまた全日本の理事もずっとされてましたよね、はい、あのまあ重鎮といいますか、 もちろんその選手でもあられたわけですけども、やっぱりその影響というのは、そうですね、やっぱあの野沢温泉自体がもう本当に選手がたくさんいましたし、はい、また家族の中でも姉2人いるんですけど、姉2人ともやってましたし、はい、まあ、父親はまあそういう形でもスキーの、まあ、
パイオニア的な存在でしたから、はい、もうなんかもう当たり前にスキーがもう生活の中にあったですね、はい、別に全然嫌ではなかったですね。あ、もうなんか自然に、まあ、なるほど、そうですね、はい、さっきあのちょっと打ち合わせで話してちょっと話飛ぶんですけども、うん、親子3代で全日本選手権を全種目制覇してるという、ええ、そうなんですよね。ちょっと珍しいケースなんですよね。いや僕もさっき初めて あまりこうそれ意識してたわけじゃなかったんですけど、はい、よくよくこういろんなプロフィールっていうかねあれしてみると、あれ、はい、父親がスラローム、はい、で私が自分でダウンヒル、はい、4連勝してますからね、はいはい、それで息子が、スーパー G と GS なんですよ、はい、だから4種目3代にわたって取ってるっていうなんかね珍しいケースなんかちょっとギネスにも載せていいぐらいな感じですよね。いやそんな片桐家、はい、のスキーの歴史はこれからも、おそらく続いていくんでしょうけれども、はいはい、まあ、ちょっとそんな話戻しまして、確か全国中学優勝されてますよね。あの頃ですね、はい、フランスのエールフランスっていう、ね、はい、会社が、はい、招待をしてくれたんですよね、はい、そのフランスのジュニアの大会に、はい、でその条件が、全国中学校で優勝した選手を招待ということで、もう本当にもうルームメイトというかもう、はい、もうずっと一緒にスキーをやってた仲間で、彼がまあ優勝して自分が2位という方ということで2人とも連れてってもらった。なるほどなるほど、うん、今その懐かしい写真出てましたけど、ありましたね、よくこんな写真ありましたね、はいはい、右から3番目ぐらいのところでしたけども、はいはい、まあそれが初めてのこう海外、遠征、そうですね、やっぱりそこからいろんな意味で自分のその世界を見る目というか、はい、何かこう目指すべきところっていうのがなんかこう変わってきたしところですね。それまではもうとにかくいろんなその世界の情報を集めながら自分はスキーで頑張っていこうって思ってたんですけども、はい、その自分がその中学生で、海外へ行かせてもらって向こうのレースを、実際出て、まあ向こうの選手たちとこう渡り合ってっていうところから、はい、何かこう 急にこう世界が近づいた感じが、なんかこう、うん、目覚めたというか、うん、だから、はい、あ自分はここを目指さなきゃいけないんだなってやっぱり瞬間的に思いましたよね。ということはエールフランスさんに感謝ですね。感謝ですね。本当ね、あれはすごい画期的なあの、ね、そういう招待する、事業だったと思いますよね。うん、そういう意味ではやっぱり、うん、やっぱ さすがそのなんですか、こう、まあ、スキーの国、うん、まあ、オーストリアとかも、まあ、ヨーロッパの国もそうですけども、やっぱそういう航空会社がね、そういう支援をするって素晴らしいですね。はいはい、まあ、そんなこともきっかけになったんでしょうけども、うん、16歳の時に単身オーストリアに留学されますけども、はい、これはなんかきっかけ、気持ちの上でのきっかけだったでしょうけど、まあ、ここがまあ一番の第一歩だったというふうに、はい、あのその招待で行った時ですね、はい、それで自分は戦うステージっていうのはやっぱりここじゃなくちゃダメなんだっていうのも、そこでもう生意気に感じちゃったんですね。いや、あの世界っていうものを意識し始めたんですね。だから それで次の、ことはもう留学しかないだろうというのはすごい思いましたね。はい、じゃあもう自分で決めて、そうです。で、俺オーストリア行きたいと。はい、あのやっぱりそれっていろんな面でね、すごい原点だと思うんですけど、はい、これまあ自分 その、まあ、後輩であったり息子であったり、はい、まあ、いろんなそういう選手たちに対しても、はい、必ず言うところはそこの、まあ、誰が そこを突破口は誰だったんだって、誰かから言われたことと自分が考えることっていうのは全然意味が違う、全然違いますね。自らの意思にがそこにあったかどうか、うん、まあ、それはすごくね重んじたいですね。あ、今後もいや私も非常に、うん、あの理解できるというか、同じような考え方を、まあ、一人の父親としてもまた思ってるもんですから、非常に腑に落ちますね。はいはい、そんなんでそんな形であのオーストリア行かれるわけですけど、16歳、三木夫さん55年生まれでらっしゃるので、71年、そう、札幌オリンピックのちょっと前ぐらいじゃないですか。そうですね。その時代にヨーロッパに一人で渡るって、大冒険ですよね。まあ、相当アホかっていうぐらいですね。本当に。あの今で行くともう本当に
もうタブレットでいろんなことを調べまくって、ね、はい、世界中のことがもう知れるわけですよ。そうですね、もうどうしようもありますかね。だけどあの頃っていうのは、はい、もう本当に情報もほとんど入ってない中で、まあ、だから決断できたんかもしれないですね。今みたいにいろんな情報あったら、あ、これは厳しいな、これも厳しいな、あ、これはハードル高いな、でいろんなことを考えちゃう可能性はあるなって、最近その情報過多というか、あるじゃないですか。そうですよね、うん、知らないから逆に行けた。もうね、でもね、本当勢いで行った感じですね。いや、うん、ですけどなかなかね、うん、そのじゃ全く情報もない、自分が一体どうなのってイメージもすら湧かないようなところにやっぱり、うん、チャレンジしていける、うんうん、やっぱり三清さんすごいですね。まあ、その時代の背景もあったと思うんですよね、はい、そういう世界を目指していくその夢を持ったこのスキー界があって、うん、はい、でいろんなその社会的にももう日本がどん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 経済成長していった時期でもあったり、はいはい、でそういう面でいくといろんなところからの後押しもあったりとかっていう時代だったんで、はいはい、やっぱりものすごい夢を持てたと思うんですよね。あ、うん、いや、皆さん聞きました、16歳で1970年代の前半に電話するのも大変だった時代に、はい、一人で渡ったって、まあ、こう行かれてからも結構最初の頃ホームシックとかなんなかったんですか？なりましたね、ホームシックは。でもやっぱり目指していく自分の部分っていうのがすごく明確にあったんで、あ、だから頑張れた部分はあるんですね。だからスキーはやっぱり楽しかったし、あ、滑ってても本当にこうどん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 こうものすごく深いスポーツなんで、はい、やればやるだけ、はい、課題も出てくるし、はい、いろんなこともやっぱりチャレンジしなきゃ上に行けないしっていう、うん、はい、だからう、ね、いろんなこと悩んでる暇もないぐらいいろんなことも毎日ありましたよね。あ、うん、特に向こうに行かれてですね、ね、一番こうなんかカルチャーショックというか、これはやっぱり日本と全く違うなと思ったよう な、 なんか、うん、やっぱりですね、はい、向こうの人たちがまあその体力的にものすごくやっぱりすごい、やっぱりもうまあ変な話いかついじゃないですか。ずっともう身長ももう180から2メーターぐらいあるような人たちが、この人たちと戦わなきゃいけないんだなと思った時はちょっと本当にどうしようかなと思いました。三木尾さんなんかもやっぱり、まあ、前々回会話さんに登場いただいた時もそうなんですけども、やっぱりこう典型的なまあ日本人体型というか、そうですね、もう身長もね160センチ台 で、うん、はい、だからその中で、まあ、特にそのダンヒルっていうのは、まあ、その落下速度がものすごくものを言うスポーツだって物理的には言われてます、はいはい、でもまあそれだけじゃないなっていうのも気づき始めてきて、あ、まあ、それがちょっと励みになってきた部分はありますよね。例えばその気がついたところって、うん、なんかこうこう言葉にできるようなものがあったら、ね、ぜひ聞かせてほしいんですけど、なんか気づいたことってあるんですか？まあ、そうですね、まあ、もともとね日本人はスラローム向けというか、はい、その技術系向けっていうふうにも言われてますし、はい、今でもまあそういうふうにも言われてて実際成績も残してますから、はい、だけどそのスピード系っていうのはイコールもう大きい体じゃなくちゃ無理なのかなって逆に思って、確かにいろいろ突き詰めていくと、はい、確かにその物理的な部分はそうなんです、はいはい、だけどそうじゃないところがあるっていうのがいろいろなことでこう気づき始めて、むしろじゃあやったろかみたいなのが逆に出てきましたね、ムラムラっと。なるほど、うん、いやなんかね僕前々回加代さんの話伺ってても、うん、なんか同じようなものをやっぱり今ちょっと感じてしまったんですけど、いやなんかあれですよね、そうやって聞いていくとなんかまだまだ日本人がね活躍できる、うん、まだ伸びしろってあるんだろうなって、いやものすごいあると思いますね、思いますよね、うん、だから日本人の持ってるそのなんていうか感性とか、はい、その特徴的なそのなんていうんですかね、外国の選手が体が大きいがゆえに動きができない部分っていうのは逆にあるわけですよ、はいはい、だけど日本人だったらできる部分もあったりして、まあそれをいろいろ考えていくと日本人にもこう入り込む隙は絶対あるなっていうのは思いますね。なかなかね、うん、そういうところへたどり着ける日本人の、うん、選手っていうのはやっぱ少ないとは思うんですけども、はい、まあそんな形でトライをしていた三清さんですけども、やっぱりダウンヒラーとしてね、こう世界を転戦していく中で、やはりキッズビューレット
キッズビエールっていうコースは、特別なやっぱりこうコースだとやっぱり思うんですけども、やっぱキッズビエールの思い出なんかもいろいろ終わりだと思うんですけど、そうですね、はい、やはりあそこはあの世界一トリッキーなコースって言われて、はいはい、やはり本当にダンヒルの中でももう圧倒的に難しいって言われてるあのコースですね、あのクラシックコースで、はい、もう何回も滑られてると思うんですけど、何回ぐらい、あの試合自体は7回出てると思うんですよ。ということは7シーズン、うん、そうなんです。だけどそこにはトレーニングランっていうのがあって、あ、そうですね、あの、はい、昔はトレーニングランっていうのは結構、はい、1日2本滑ったり したんですね、はいはい、だから結構本数は滑ったんですよ。じゃあもう日本のダウンヒラーとしてはもう間違いなくダントツに滑ったコースが多い、あと思いますね。あのダントツにっていうと、あのもう一つね思い出深いダントツがありまして何ですかそれ。はい、転んだ回数が多分世界で一番だと思うんですあそこのコース。いやこれね、あのギネスブックに申請できないかなってちょっと考えたことも実は本当にあったんですけど、それぐらい、まあ、あのこれは、ね、6回転んでんですよ。で6回転んでてまともにそんな怪我をしてないっていうのは多分いないと思うんです。いやでまず6回転んでないですから、まあ、そこまで転ぶほど皆さんあの頭悪くないですから。いやっていうか、いや僕も、まあ、初めて伺ったんですけど、ちょっとねそのキッズデールのコースがどれほど難しいのかっていうのを、うん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 、ちょっとあのダウンヒルにあんまりこう興味とか、うん、あのゆかりのない方にもちょっと見ていただきたくて、うんうん、あの2011年のあの、はい、あのワールドカップの映像をちょっと探しましたので、ちょっと見ていきたいんですけど、はいはい、秋代さんまだコースはもう記憶にあると思うんですけども、ちょっとこうコースの解説を、そうですね、これもうスタート地点からこれ、はい、あまり急に見えなくてここからボーンって急なジャンプになってくるんですけど、はい、実は最初から急なんです、はい、ここが異常に急なだけ で、 あでそれであのものすごいこ の、 あの難しい高速ターンがここにあるんですけど、ここからさらにまた急になってくるところで、はいはい、これあの胃袋のようになってくるんですよ、はいはい、でだん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 こう狭くなってて、この今あのネット沿いのところ滑ってますけど、これもネットのところに突っ込んでいく選手もいれば、あの片足その壁こすりながら行くような選手も何人もいますよね。でここはまあ、まあ比較的緩斜面なんですけど、むしろスピードはすごく出るんですよね。緩斜面だいたいどの辺から足がこう寄れ始めるんですか。まあやっぱり1分過ぎてくるとかなり足きますよね。だけど、うん、あの1分30秒過ぎたあたりからさらにこうターンが続いていて、ね、ゴール前 の、 あの、うん、片斜面のずっと左側へ行くところ、うん、あの辺なんか、ね、だからこれよくあの表現するの、これ最後のハウスベルクカンテっていう、こうゴールにのところに飛び込んでいくところがもうすぐ来るんですよ、はい、でこれはまあその手前のところのターンなんですよ、はい、その、入っていってからの特徴的なのが、その地球儀のようになって地球儀の上をこう切っていく感じなんですよ。そうするとですね、はい、このここからがハウスベルクか、はい、でこっからこう切っていくんですけど、この地球儀のようにどん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 引っ張られちゃうんです。遠心力で、遠心力で引っ張られて、はい、でそれに負けてしまうとあの餌食になって、餌食にはなられたんです。ああ何回もなってますそうなんですよ。コースからするとお得意様みたいな。そうですね、また今回もで、あの唯一同じ場所では転んでないんですけど、はい、なんでこんな場所でって思うような緩斜面で転んだりしてることもあって、あちょっとあのね、あのだいぶ痛めつけられましたねキッズビエールは。いやでも大怪我してないっていうのは、そうですね、なんか、そうですね、大体ね、あのヘリコプタービッテで、そうですね、あのヘリコプターで、はい、インスブルック病院に運ばれるっていう、はいはい、まあ、ね、ありますからね、そういうケースは ね、うん、日本の選手もあの僕らの仲間も何人もあの餌食になりましたね、お世話に、特にね去年あの80回記念大会で、はいはいはい、あの相原弘幸さんがですね、はいはい、あの何か特別な病床、あのもう大クラッシュが、はい、もう未だにあの世界的に有名な大クラッシュだったですからね。あれはもうみんな死んだと思ってたみたいですね。もう本当にすごいあれですよね。三木さんその時にコーチをやってたんですが、はい、たまたまその時は自分はちょっといなかったんです。あ、そうだったんですね、うん、そうなんです。
当に日本人も、うん、あのコースを滑った選手も本当に数少ないと思うんですけども、うん、ゴールまでたどり着いた選手って言うと本当に数えるのしかないと思うんですけども、まあまあそうですね、そうですよね、うんまあ最近で言うとあの杵渕さん、まあね、一昨年あのちょっと他界されましたけども、ねね、本当に、はい、彼もねあの滑ってますし、はい、そうですね、いやそんなキッズペールのコースを、うん、なんというか誰よりも知る日本、レーサーだった三木さんですけども、まあ、オリンピックも76年のインスブルックと、それから80年のレイクプラシッド、でこの後ろのこの写真、これオリンピック、ね、そうですね、これレイクプラシッドのオリンピックの時ですね、はい、いいですよね、はい、で、なんといってもですね、これ三木さんを語る上であの絶対に外せないのがあのウェンゲンで、はいはい、もう、あの時はトップと1秒1秒半ですね、ですよね、ちょうど、はい、で順位的には確か2位か13位、はい、で、あのやっぱりこう日本人がっていうか東洋人があのその順位に入り込んでくるって、うん、もう奇跡的なというかもうものすごい出来事で、当時はものすごい大熱狂したのを僕もよく覚えてるんですけど、あのやっぱりこうウェンゲンっていうと世界で一番長いコースじゃないですか。そうですね、あのやっぱりこのあの結果を出す前ってなんか予兆というか、うん、いけそうだって何かあったんですか。ありましたね、やっぱり、はあ、っていうのは、はい、そのシーズンはもう本当に自分でいろんな意味で、はい、やっぱり集大成のシーズンにするってもう決めてて、はい、その上でもう自分ができることを最大限やっていきたいっていうのが実はあって、はい、それまでは意外とこの日本人的なんですけど毎日目いっぱいやる、毎日目いっぱい 100% で滑るっていうのが美学だったんですよ、はいはい、ところがそれが違ってたってことに 今頃というかその頃に気づいたんですね。っていうのはやっぱりあのピークをどこに持ってくるかっていうのを本当に真剣に考えて、はいはい、だからわざと疲れなきゃいけない日と、はい試合に持ってくにはそれがまで何日前にそれを持ってくるか、はい、で試合に どういうふうにぶつけるかっていうのをない頭で真剣にね考えた時期があって、それがものすごいこうドンピシャ来たんですよね。なるほど。でもやっぱりねその時代ですから、うん、やっぱりこう例えば暗くなるまでトレーニングするとか、うん、あのだからもちろんそのやるときはもうとことんやるんですよね、はい、だけど それには波を作って休むときにどういう休み方をするメリハリで、うん、そういうメリハリとその時は同じ休みにしてもどんな休み方をするのかとか、で負荷のかけ方もどういうタイプの負荷のかけ方をしていくのかっていうのをちょっと勉強しまくりましたね、その時。なるほどですね、うん、なかなかやっぱり今でこそね、うん、いろんなこう情報もあって、うん、選手が、ね、あのそういう工夫をすることもあると思うんですけど、うん、当時自分でそれ気づくってなかなか、うん、なかなかそういう選手って少なかったんじゃないかなと思うんですけども、うん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 、さてそんなまあ世界でこう戦えるというそのなんか見えたところで、うん、三木さん引退されましたよね、25歳、まあ、そうですね、ですよね、あの確かに、まあ、今よりは早い時期に引退してた時代だったんですよね、はい、あのでもそれにしてもまあまあ早い方だったと思います。いやだから僕も、うん、実はさっきもちらっと話したんですけど、うん、三木さん その引退試合、うん、あのニセコのダウンヒルに僕があのデビュー戦だったんですよ、うん、中学3年生で、で、あの本当にこうその活躍を見てたところだったので、うんうん、ってなんで辞めちゃうのってこれからじゃないのっていうのが、うん、それはあの、はい、100人いたら100人の人から言われました。いや当然だと思いますよ、うん、でも自分の中では迷い全くなかったんですよ、はい、なぜかっていうと、はい、さっきもちょっとちらっと触れたんですけど、はい、できることを最大限そこで自分でやりたいと、はい、で絶対後悔のないシーズンにして、はい、自分はもうこれは、いい成績を取ろうが、はい、ダメであろうが、はい、もう自分はもうそこにかけてやるってもう決めたんです。いやなかなか普通だったら、うん、だからねほとんどの人から言われましたよ本当に。何？いやもったいないですね、うん、っていうふうに思ってしまうんですけど、うん、やっぱりこれは三木さんご自身の中にしかない、うん、そのやっぱりこう生き様といいますか、うん、そうですね、まあ、一つのだと思うので、うん、自分でそれ決めたことなんで、さっきもね話してたように、だからもう、だからあの全く自分の中では後悔は全くないですね。いやかっこいいですね。
いやいや、かっこよくもなんともないですけど、やっぱすごい。いやだってもしですよ、うん、僕はもちろんそれを語るようなレベルの選手ではなかったですけど、うん、もしそうなってたら、うん、いやもうちょいいけるんじゃないかなと思って、うん、ごめん引退ちょっと伸ばすわって言って、うんうん、なんか言いそうだなっていうふうに思っちゃうんですけど、うん、やっぱそこがっていうのはその後になんかやりたいことがあったとか、やっぱり世界と戦っていくには、はい、もっともっといろんなことをやっていかないと戦えないなって逆に感じた部分もあったわけですよ。だからやっぱりそのコーチとしての勉強はしたかった。あ、うん、なるほど。それなんで、まあ、オーストリアのそういう国家検定のそういうコーチの勉強をしたいっていうのがあって、はい、なるほど、うん、でさっきもみきおさんの経歴を見させていただいた中で、うん、選手を辞めた2年後にオーストリアの国家検定の取得されてるじゃないですか、はいはいはい、でその翌年からコーチとして、はい、ナショナルチーム入りするわけですけど、やっぱりこう後進の育成というか、コーチになりたいっていうのは、選手時代から少しあったんですか？うん、あんまりその選手時代からそういうふうにずっと考えてたわけではないですね。やっぱりその最後に後半の方になってきてから自分の、まあ、辞めるっていうことを考えるってことは次のステージが何なのかっていうのを当然考えなきゃいけないんで、はいはい、その中でやっぱりスキーには携わりたいなと。で自分もまあああやって、まあ、留学してたところがオーストリアだったので、はい、でやはりそういう経験ができれば自分のそういう仕事の中で生かされることって何、はい、なんかないのかなって思うと、やっぱり自然にそれはコーチ業であったりするんですよね。なるほど。だからやっぱりそういうことで生かしてスキー界にこう恩返しできるような形をって考えた時にやっぱり そういう選択をしましたね。なるほど、うん、そうですか。まあね、コーチになられてからやはりその選手時代に培ったその人脈ですとか、うん、経験も十分発揮されたと思うんですけども、ええ、コーチ時代にみきおさんが、ええ、こうなんていうのかな、そのこうトライしてきたことの中で、うんうん、これはちょっと自分でも良かったなと思うようなことっていうか、ですね、自分の今もそういう、まあ、ポリシーを持って考えてることっていうのは、はい、やっぱりその実はあの頃ですね、はい、いろんなチームと練習しないと、そのいろんなチャンスがやっぱり与えられてなかったんですよね、はい、日本だけで単独でいろんなことやっていくっていうのは、はい、なかなか困難な時代だったんで、はい、まあ、それにはもうとにかくトップのチームと、まあ、コンタクトをつけていくというところで、はいはい、オーストリアチームにもう本当に突然スキー連盟まで一人で出かけてって、はい、一緒に練習させてくれみたいなことをやったりですね、はい、まあ、いろんなことをやりましたよね。今考えると結構無謀なことしたなっていう。いやですけど、うん、そのなんだろう、ある意味そのナショナルチームのコーチっていう枠を超えて、うん、本当にこう選手を強くしたいっていうところで生まれてきたこう発想だったと思うんですけども、うん、やっぱりこうどんどん飛び込んでって、いや一緒に練習させてくれとか、うん、このコース一緒に使わせてくれ、だからそれはその向こうの現状をやっぱり知ったがゆえに出てきた答えだったんですよね。だからやっぱり厳しいそのトレーニング環境で、はい、やっぱりいいトレーニング環境を得ないと上にはいけないっていうのがあったんで、はい、それでまあそこからいろんな学んでったことがあって、はい、まあ、自分もその選手を連れて世界中回って歩くような状況になった時に、はい、まあ、長野オリンピックの時がまあ一番それをまあ感じて、はい、スピード系の選手をこう育てていった時に宣言したんですよ、はい、でこれは全チーム、世界のトップチームの全チームと練習するって言い放ったんです、これはもう選手たちにももちろん伝えたけど、周りにも先に言っちゃった、言っちゃった。だからやらないわけにいかないじゃん。いや確かに、ね、そうですよね、うん、それで、その当時のあれで考えたら、まあ絶対他のこれやった人いないと思います、多分。いや僕もというかそんなことを考えなかったと思うんですよね。で、その強い選手
強いチームと一緒に合同でやることはみんなやってるんです、はい、いろんなと、はい、だけど世界中のチーム全部とやるっていう発想はね多分ねなかったと思うんですよ。いや僕も初めて。でそれはオーストリアチームもやって、はい、もう門前払い食らうオーストリアチームでやりました、はいはい、スイスチームとやりました、はい、イタリアフランスでドイツ、はい、でカナダアメリカ、はい、スウェーデンノルウェー、はい、だからもう あのトップチームにいる全部のチームとやったんです。これはやっぱりみきおさんならではのコミュニケーション術というか、あのやっぱりそれがまあ留学してた強みだったと思うし、それでいろんな人とまあ関わり合うことができて、はい、まあ、いろんな人に助けてもらえたと、はい、でもそれがやっぱりその当時の選手の自分があったわけで、でやっぱりそれを次の選手たちにこう生かすとすれば、やっぱり自分ができることはそういう環境を作ってあげることだな。だからこうやって滑れああやって滑れって、もちろんそういうことがコーチの仕事ですけども、うん、はいはい、それ以上に大事なのは今のそういった、まあ、環境、環境を整えていくというのが自分の仕事だなっていうのを思ったんで、だからもうね電話かけまくりました。だからあの頃今みたいに携帯電話なかった頃なんで、あ、なるほど、大変だったんです、はい、それで、はい、自分のノートにはもう世界中のいろんなそのコーチ仲間の電話番号とか住所が書いてあるわけですよ、うん、すごい。だからお金なくすよりも、はい、そのノートをなくしたらもう自分はもう最悪でしたね。いやー、うん、今多分世界中にそういうような発想とか取り組みをしてるコーチってどれぐらいいるのかなと思ったら、まあ、そうしなくてもできてくる情報化の時代になったっていうのもあると思うんですね。確かにそうですね。だから例えば自分でタブレット一つ持ってれば世界中の情報が全部こう調べられて、だから今こうなってる、もう今のタイムリーに今の気候何度だ、どのぐらいの積雪まで全部わかるわけですよ。そこでこの画面の中でわかるわけですよね。昔はひどいですからね、行った場所にあの大会に行くぞってあのイタリア行って着いたら、あれなんか誰もいないねって、でも雪もないねって、とっくに中止になりましたって言われて行ってから中止するわけですか。まあまあそれはあのね、昔のあの時に自分が選手だった頃に、はい、あの一緒に、行った、まあ、あのコーチを責めるつもりは毛頭ないですけどそういう時代だったんです。いやあのね、今また加代さんの話なんですけども、うん、あの可動式ポールに変わった時あるじゃないですか。で加代さんが言ってたの、そのシーズン入って行ってみたら、おいポール倒れるぞとみんなお前ちょっと倒し方違うぞって、うん、そっからそういう時代だったってお話されてて、うんうんうん、今その話がちょっと今かぶってきたんですけども、いやね、そういう話になるとね、まあ、ちょっとくだらない話になって申し訳ないですけど、あの最初にヨーロッパに行った頃にオーストリアチームと初めて一緒に練習してもさせてもらうようになってから、はい、やっぱりヘルメットとかの、まあ、あの頃彼らとか、もうすごいかっこいいのがあって、それでゴーグルをもらったわけです、ヘルメットと一緒に、はいはい、でゴーグルはもらうと、はい、まあ、それをまあ当然使うんですけども、はい、あの頃あのスペアのレンズっていうのが、こんないっぱいくれたわけですよ。で自分的にはスペアのレンズっていうのは全く知らなかったんですよ、はい、そういうものがあることがそうなんですか。もうゴーグルがあれば、はい、それはもう一生それで使わなきゃいけないと思ってたんで、もう一対のもので、だから最初それをもらった時に、はい、あのダンヒルのスタートのところに行ったら、はいはい、やけにこう曇ってるんですよ、はいはい、でももうあと10秒前みたいな話されて、あ、これも出るしかないなってバーンと出たんですよ、はい、そしたら見えないし、でも外していけば100キロ以上出てるから、ね、涙出てきてまた閉めてそれでもまだ見えないからまた外してってやって、やっとそれガルミッシュのコースだったんですよ、でやっと着いたんです、はい、それでひどいな、こんな最新のゴーグルだとか言ってひどいのよこしたなって言って、はい、パッと見たら、はい、そこにあのサランラップみたいなのがついててフィルムつけたまま行っちゃったんですか。そういう存在が知らなかった時代なんですよいやすいません、お笑いしちゃいましたけど、でもいやね、平和な時代ですよね。いやす、うん、ダウンヒルでワールドカップで、はい、いやすごい、いや笑って失礼なんですけど、うん、ごめんなさい、なんかでも笑いになることです、これはもう本当に自分でも情けなくなりましたから。いやすごい経験ですよね、はい、いやいやいや、まあ、そんな話もいろいろね、うん、
あの選手時代の話もいろいろあったと思うんですけども、あとなんかこうワールドカップをこう転戦されてた中で、すごくこう思い出に残ってることとか、あのあこれはもう一生忘れられないなっていうような、なんかそんなこうエピソードっていうか出来事ってなんかあったんですか？やはりそのこれ南アメリカ南米のアルゼンチンに行った時かな、スイスチームと日本チームが入ってて、まあ、スイスチームともまあ一緒に合同に練習もさせてもらったりして、その時のその名将がいて、カール・フレスナーっていう、もうすっごいもう、もう周りの敵から見たらもうくせ者のもうすごいコーチで、もう絶対あの人とは話したくないぐらいとんでもない人だったんです、僕はたまたま仲良かったんです、その人と、それでいやちょっとカーリー一緒にちょっとうちら日本チームで練習させてもらえないかって、あじゃあお前ら何人だからいいよって、じゃあやろうって言って、そこまでは良かったんです、で午後はじゃあ GS のダンヒルのトレーニングの後にそのコースに GS のセッティングをしてやるから、左側はスイスチーム、右側は日本チーム、いいなって言って、それで昼ご飯を、あの済ませてパッて行ったら、なんかど真ん中にこうスイスチームが立ててあるわけですよ、話が違うと、もうねもう誰に向かってなんてあの頃多分スイスのメディアが見たら、多分僕はもうとんでもないことになったと思うんですけど、僕はもうふざけるなって言っちゃいましたからね、約束が違うじゃないかって、そしたら彼はあの名将が、ごめんミキオごめんって横にポールセットをこうもう避けてくれて、日本チームが真ん中に張って練習したっていうね、いやそういうのはありましたね。いやもちろんね、そういうふうに言えるそのまずコミュニケーションというか、あのよく知ってるというのが土台にあったにせよですよ、いや多分周りの人びっくりしたでしょうね、言ったよおい、いやでもひどいでしょ、いや そんな約束を破ってね、その通りです、やるのはひどいことなんですよ、だからそれをバシンと言っただけなんでそれで多分ね周りの人はみんなミキオさん見直したというか、いやさすがこのヤパーナやるなっていうか、いよく言ってくれたみたいな、いやひどいヤパーナだなと思ったと思いますけどいや、まあ、そんな思い出はありますね。でもね、あのやっぱりね、すごくお互いにそういうコーチ同士の助け合いっていうかね、そういうものも生まれたし、まあ、選手同士のそういうコミュニケーションも当然あるし、やっぱりその同じところを目指していく選手たちコーチたちが、同じ土壌でこう共有していろんなことをやっていくっていうのはね、絶対必要ですよ。もうこれはもう毎日のトレーニングでも必要なことで、それをやることによって自分がどのレベルにあるのかっていうのも分かるし、試合でいきなりやって、あこんなに差があるんだって気づいても遅いわけですよ。なるほど、いやおっしゃる通りですよね、だからそれによってそのチームとしてね、やっぱりコーチの方々もいろいろと学んだり気づくこともあるでしょうし、選手自身もあの、いろんな国の選手と親しくなることによって、こう会えば挨拶したりとか、こう、まあ、居場所ができてくるというか、そういう意味でチーム全体がねこう学んでいくのかなっていうのをお話を伺ってて、やっぱりいろんなところにね、そうワールドカップサーカスっていうのは世界中回るわけですから、その時には必ずこう顔を合わせるわけですよ、みんな同じ、そうですね、その時にもう挨拶できるっていうのは、すごくやっぱりいろんな面でやっぱり助けてくれますよね。やっぱりその頃の、まあ、選手が非常に羨ましいなっていうふうに、あの今の選手たちはもしかしたらこれ聞いて思ってるかもしれないけど、まあ、時代も違いますし、体験も違うので、あれですけども、ただやっぱりそういういろんな国の選手とトレーニングすることの重要性みたいなのを今ちょっと感じましたけども、でもミキオさん、あのちょっと僕がこの場で言わせていただくのもあれなんですけど、あのコーチとしてね、誰からもすごくこう慕われてというか、あの普通コーチってあの一つや二つ愚痴の一つも言いたくなることとか、なんだよと思うことって少なからず あると思うんですけど、ミキオさんに関しては一言もそういうの誰からも聞いたことがないんですよ。そんなことない、絶対それはないです。まあ、それはもうね、選手はそれぞれの思いをみんな持ってるから、いろんなことをね、ただ自分はそれを無視してやってましたからいやそういう選手時代のあれもあるかもしれないけど、今の
っぱりいろんな国にこううまく入っていって、うん、こう一緒にトレーニングさせてもらうそのコミュニケーション術みたいなところと、うん、その今やっぱ選手とかあの業界の人誰からも好かれてるっていうところってすごく僕は関係がかかるがあるような気がするんですけども、うん、それにはやっぱりオーストラリアに16歳で渡って、うん、いろんな寂しい思いもしたりとかいろんなところで学んだ、うん、その10代の経験ってすごく生きてるのかなと思うんですけど、うん、どうですか？そうですね、やっぱりあのそういう経験っていうのはすごく必要だと思いますね、まあ、やっぱり今でもやっぱりいろんな挑戦する、これまあスキーの選手に限ったことではないと思うんですけど、はい、いろんなことに挑戦していくについてはやっぱりそのすごくその いろんなことをゼロに戻してから、はい、そこから自分で積み上げていくっていうのはすごい必要だと思うし、あの特にまあ海外に出るチャンスっていうのが、はい、昔よりは今の方が多分、ね、まあ、あの情報はたくさんあるんで、はい、まあ、あると思うんですけども、はい、でもそういうところでこういろんな経験をしていく、はい、でこれはあの計算上でやっていくことの経験じゃなくて、はい、なんかとんでもないことが起こるぞっていうのが、あ、うん、やっぱりそういう経験もすごい必要なんじゃないかなと思いますね、うん、あ、なるほどですね、まあまあ、もう当然ねいいことばかりじゃないですけどね、そういうことは、はい、だけどやっぱりそれが自分のいろんなところで後で役に立ってくることっていうのはあると思いますけどね、はい、ね、いやなんかもう聞いてみたいことも話したいことも いっぱいいっぱいあるんですけども、うん、時間も気がついたらもう40分経っていて、はい、あのいろいろと、まあ、スキー場の話とかも聞いていきたいんですけど、うん、まあ、今あのコーチの話っていうところで、うん、はいはい、今なかなかあの日本チームがですね、うん、世界の舞台で、うん、活躍なかなかしきれていない、うん、状況ということで、うんうんうん、一番、まあ、特にみきおさんダウンヒラーだったっていうのもあるんですけども、うん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 、今日本でダウンヒラーがもう姿を消して10年くらいになるんですかね、うん、はいはい、で高速系の種目が非常に、うん、今日本で難しくなって、はい、っていうのところはやっぱりこう高速系のチームを率いていた、そしてまた自らもダウンヒラーだったみきおさんから見て、うん、この今の日本のチーム体制とこの環境ってどんな風に見えてますか？まあ環境っていうのはなかなかその一言で言うにはその難しい部分っていうのはすごくあって、はいはい、で特にじゃあ、お金があれば全てが解決できるかっていうとそれはノーなんですが、はい、だけどなければ何もできないんですよ、はいはい、だからやっぱりそういう資金面っていうのが、このところのやっぱりいろんな社会情勢とかいろんなことを考えていくと、はい、まあ、厳しくなってるのは選手たちにとってはすごく気の毒だなっていうのは思いますね、うん、なるほど、だからまあそれをまあ、サポートしていく体制を、まあどうやってそういうスキー界がみんなで支えていけるかっていうのがまず一番最初にあると思いますね。まあ、選手育成っていうところからで、うんうん、みきおさんの経験からですね、うんうん、やっぱりこう高速系種目にやっぱり取り組むことの意味とか、うん、その可能性を広げるっていう部分でやっぱりこう思いもいろいろあると思うんですけど、そうですね、まあ、どんな種目でも同じだっていうふうに自分は自分に言い聞かせてるんですけど、はい、やはりその短距離をやる選手は短距離しか練習しないとしたら、はい、多分あまり耐性しないんじゃないかっていうことは思うんです。それスキーに置き換えると、はい、例えば日本人はすごくスラロームが得意で、はい、スラロームはものすごくやっぱりその体も敏捷性もすごく優れてるし、はいはい、小回りも効くし、はい、マインド的に非常にまあ日本人に合ってると、はい、で実際に世界の上で戦っているのが一番近いのはそのスラロームですから、はい、ただスラロームだけを練習しててそれでいいかっていうとそれはノーだと思うんですね、はい、いやこれはやっぱり、ね、トレーニングっていうのはいろんな経験を想定外のものも含めて経験した上で自分の身についてくるものなんで、はい、だからそれをやっぱりやっていくにはいろんなその もちろん GS、はい、スーパー G、はい、そしてチャンスがあればダンヒルっていうのは、はい、やっぱりローテーション組んでうまく少なくとも18歳ぐらいまでの選手には少なくともさせてあげたいなっていうのはありますね。やっぱりこう海外のコーチとかにも話をする機会があって、うん、話を伺うこともあるんですけど、ね、やっぱりその、高速系まで4種目、うん、若い、時にやっぱりやるっていうのはやっぱ感性を広げる意味でも非常にそのいろんな可能性を広げる意味でも重要だって話を皆さんされてる、ね、そうですね、はい、誰もがねそのじゃあ
ダンヒルやんだからダンヒルの選手になるんだとかっていうのはもう全然関係ないんですよ、それは。いやもしかしたら突然それで開花する選手も中にはいます。それはそうなったらダンヒルを目指せばいいんで。だけどそのスラローム GS でだけで絞り込んでそれだけとにかく場数をそれで踏めば強くなるっていうのは僕は間違いだと思います。だからいろんなことを経験していくこと、そうすることによってものすごく、例えばじゃあ GS で強くなりたい選手がいたら、はいはい、GS だけ何回練習しても多分上手くならないですよね。だそれをスピード系を入れることによってなぜ変わるかっていうと、はい、まず見える範囲が変わるんですよね、はい、見てく。だからスピードが出てくれば出てくるほど視野っていうのはずっと、ね、狭まってしまう、はい、車でいうあの、うん、ね、だけどそれが突然、はい、その100キロ130キロとか走ってるものから、はいはい、突然60キロに落とせば、はい、もうボンって視界っていうのは開けるんですよ、はいはい、でしかも止まって見える、はいはい、止まって見えるってことはもう余裕でしかないんです。そうですよね、うん、いろんな意味でそのあのいろんなものを試せる余裕、うん、出てきますもんね、うん、まあ、それがその利点の一つでもあるし、なるほど、まあ、それでそのスピード系をやることによってスキー の, その本質的なその乗せる位置の問題だとか、はいはい、滑らせる技術であったりとか、はい、それはもう GS にもスラロームにも絶対関係するんですよ。そうですね、だからそれをあの一概にその自分はもう技術系だけなんでこれしかやりませんっていうのはちょっと違うなって思いますね、はい、今のみきおさんの話を受けて、うん、あのまあ僕の時代でいうと岡部哲也さんとか、はい、ね、あの僕の少し下でいうとあの稲川健太郎さんとか、うん、佐々木明さんとか、うん、まあ、今現役で岩沢さんも頑張っていくことですけど、うんうんうん、あのちょうどねダウンヒル の, あのチームというか、うん、高速系のトレーニングがなくなった後にこうブレイクしてる選手がまだ出てないんですよ、うんうん、なんかそういうデータ的な話でしか僕はできないんですけども、うん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 、なんかこの高速系種目との因果関係っていうのは絶対あるなっていうのは僕は思っていて、今話を伺って、うん、そうですね、うん、なんか少し腑に落ちた感じします。本当にまあね、あのかつての本当に名スラローマーたちも必ずそういったトレーニングっていうのはやってましたよね、はい、うん、だからそれをやることの意味っていうのはもう十分彼らも分かってたわけですよ、はい、あんまり好んではそれはやらないのは分かるんですよ、はい、まあ、リスクもあるから、そうですね、うん、はい、あの転んで怪我したらどうしようとか、はい、もうそれはその通りなんですよ、はい、だけどそれだけでその大事な部分を、ね、これをクリアさせてしまうっていうのはちょっとどうなのかなっていうのは正直ありますよね。もうワンステップもツーステップも、アップしたいんであればレベルを上げたいんであれば、はい、そこは避けて通れないトレーニングだなっていうふうには思いますけどね。なんとなくこれからの日本選手の課題が今見えた感じがしましたけども、はい、まあ、もちろんねそれだけやってれば強くなるっていうほど簡単なものではないの で, そうです、ね、これは今まで以上にその技術系のトレーニングもものすごくやっぱり積んでいかなきゃいけないし、はい、クオリティも上げていかなきゃいけないけども、はいはい、プラスそういうこともやっぱりやっていかないと世界のレベルはもうもっともっと上をまた行っちゃってますね。そうですね、いやもうなんとかね、いいニュースを日本に届けてくれるような選手が出てもらえます。そうですね、まあ、だから、はい、あとまあその今はねそういったそのスピード系の技術的な部分の話ですけど、やっぱり一番すごく感じてもらいたいのはやっぱりその楽しく感じれる部分と、はい、それとそれが夢を持っていける部分、はい、もう夢がどんどん膨らむようなスキー界にやっぱりなってもらいたいなって、はい、そうですね、今ちょっとそのね現場から離れてしまったんですけど、はい、まあ、スキー場を経営している立場で言えば全く関係ないところにいるわけじゃないので、はい、そこにはやっぱり自分なりにできるサポートの仕方っていうのはあるので、はい、まあ、そういうことはもう本当にこれからも考えていろんな意味のサポートをね、このスキー界をこう底上げしていくようなサポートはしていきたいなとは思いますけどね。いやー、ありがとうございます。なんかあの今あのみきおさんご自身からそこに次の話題に少しこう入っていただいたんですけどもまあ、野沢温泉スキー場の話を、ね、ここからちょっとさせていただきたいんですけども、はいはい、みきおさん社長に就任されて何シーズン目、6年経ちましたね。6年、もう7シーズン目になりますね。なるほど、はい、あのみきおさんなんかやっぱそういう世界 の, そのスキー場とかスキーリゾート見てこられて、ね、で改めてその
この野沢温泉村、ね、野沢温泉スキー場の魅力っていうのは、ね、どんな風に思いますか？あのですね、はい、まあこれもう地元大好き人間なんで、これもうあまり説得力ないって言われちゃうかもしれないんですけども、でもやっぱりその野沢っていうのはすごくいろんなポテンシャル持ってるところなんですよね、はい、だからやっぱあのスキー その100年の歴史の中にもすっぽり入ってきたり、はいはい、そこからまあスキークラブっていうのがもうその数年後からあの発足したり、はいはいはい、まあ、そこから今もまあ現役のそういう選手たちが出てることがあったり、はいはい、まあ、いろんな意味ですごくやっぱりそこのところをこう近いところにこう 今もまあ来てるんですよね、はい、でその中で海外からも今すごいたくさんの、まあそうですね、今年はねこういうコロナ禍でなかなかそこまではね、はい、できないっていうのがあるんですけども、はい、でもこの数年間ですごくやっぱりそういう海外からも注目されてる、はい、その文化と歴史を感じるようなそういう場所であるっていうね、はい、それはあの日本人にとってもおそらく同じなのかなって最近すごく思いますね、はい、だからそれはあの野沢温泉らしさを出していくことが多分そこを表現できることだと思うんで、なるほど、あのどこかのスキー場を追っていくっていうのは全く考えてないです、はい、もう野沢温泉オンリーワンなんです、ここもう何も足さない何も引かない的な、もうここのスタイル野沢温泉スタイル、だこれをやはり日本の方皆さん方にも発信していきたいし、うん、世界にも発信していきたいっていうのはそこなんですよね、やっぱですよね、僕はやっぱ北海道の札幌なんで、札幌はやっぱりこう、うん、割とこの歴史の中ではこう、うん、新しいこの町じゃないですか、うんうんうん、やっぱり僕も初めてこの野沢温泉来た時に、やっぱり道が狭かったり、うんうん、あと何よりびっくりしたのは、うん、あの水をまいて雪を溶かしてるところで、うんうんうん、北海道だともうスケートリンクになりますから、うんうん、あとなんていうんですかね、その至る所にこう例えばそのスキー場のゲレンデの途中にこう鳥居があったりとか、うん、はいはいはい、あとあれなんていうんですか、あのこうトーテンポールみたいなあの、神様、道祖神祭りの、ね、ああそうそうそう、なんか、はい、おそらく外国の方から見たらすごくこのスピリチュアルなというか、そのパワースポット的な要素がすごくあると思うんですよ、うんうんうん、いろんなとこにそういうなんかこう、ね、見どころがいっぱい隠れていて、そうですね、そういったところもすごい魅力かなと思うんですよね、うんうんうん、でやっぱりその人々が住んでる場所なんで、実際に生活をして、はいはい、だから例えばその温泉文化があって、はい、外湯文化があって、はい、外湯がたくさんある中で、おじいちゃんおばあちゃんたちも毎日そこに、まあ、はい、生活の一つの場として毎日入りに行くわけです、はい、でそういうところに例えば外国から来た方たちが、はい、そこに遭遇したらどう思います、はい、もう多分ねものすごいなんて興奮するんですよ、やっぱりものすごい嬉しいんですよね、そういう文化に接したって、はい、これは他のところではないことなんです、だからそういうことで野沢っていうのは何かをこう感じてもらえるような場所になってきて、今あのインバウンドの方たちも野沢にね、はい、来てもらえてるのかなと思います、ね、はい、でまたね僕もあのすぐ近くに大湯あるじゃないですか、ええ、去年あの久々に行ったんですよ、ええ、そちょっとイギリスから来られてた方もいてですね、ええ、で地元のまああのちょっと初老の方が入ってて、ええええ、で水入れててその外国の人にいろいろ教えてるんですよ、はい、お前ダメだこれ、はいはい、あれでこうやって入るんだとかって言って、はいはい、で日本語でバン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 もう臆することなく、はい、でその外国の人もね、それがなんかすごい嬉しいらしくて、で怒られながらはねこう言うこと聞いてニコニコしてるっていう、ね、そういうなんかコミュニケーションもなんか野沢らしさなのかなっていう、そういうところにもやっぱりこう魅力があるのかなっていうふうに思いましたけどもね、はい、さあ、あのそんな形でもう残りねもう7分ぐらいになっちゃったんですけども、さあ三木夫さん、これからね、野沢温泉、まあ今今シーズンはこういうコロナ禍で、あの大変な、まあ業界全体というか日本国中が大変な、あの時期を迎えてというか、正念場の冬だと思うんですけども、まあそういうの中で野沢温泉今年スキー場はあの大きな投資をされて、そうですね、リニューアル、まあ、こんな時かって皆さん思うと思うんですが、あのやはり逆に言うともう今やるしかないっていうところにあるのがゴンドラの建て替えですね、はい、で掛け替えて今、はい、もうすぐあの今度完成になりますから、はい、今年はまあそういった新しいゴンドラに、ね、乗っていただけるっていうね、はい、こう新しい野沢のチャレンジが始まりますね。具体的にゴンドラが新しくなって
どんな風にこう便利になりますか？あのですね、はい、まず10人乗りで、はい、全部椅子になりました。おで、スピードもアップしました、はい、それともう一つは一番皆さんに感じていただきたいのは、はい、静かだということです。おものすごい静かです。だからガタ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 っていうのがないんですよ。あそれはオーストリア製、そうですね、オーストリア製のドッペルマイヤー車の、ね、D ラインっていうね、はい、最新鋭の機種なんですけど、はい、まあ、それがまあ魅力ですね、はい、あと降雪機も今年導入、そうなんですよね。だから野沢で降雪機ですかって思われると思うんですが、まあ、一番の豪雪地帯ですからね、はい、でもでね、なぜかというと、はい、これを全コースに全て人工降雪機で雪をつけるっていう発想ではなくて、はい、シーズンの確実なシーズンを保つためなんですよ。これはシーズンインの12月に確実に野沢には雪がありますよと。あ、なるほど。でシーズンの終わりの5月の連休まで野沢は確実にいい条件で雪が残ってますよっていうのをやるためにつけたんですよね。なるほど。やっぱり人工降雪機でつけた雪って春結構残りますしね。そうですね、すごくね、溶けづらいので、はい、ね、いや、まあ、だから人工降雪機がついたからパウダーがなくなるなんてことは絶対ないので、これはもう1月2月3月その頃はもうほわほわな、はい、そうですね、いい条件のパウダーは楽しめます、はい、なるほど。ただその前後に確実に、はい、まあ、これはお客様にとっても予定も組みやすいし、そうですよね、はい、野沢の宿の皆さんもそれをちゃんと予約も取りやすいし、スキー場にとっても、はい、確実にそれで集客できるっていうね、そういうことで、まあ、今年はやりました。いや、もうみんながこう関わる全ての人がこうハッピーになる今年の、まあ、ある意味その、勝負といいますか、そうですね、仕掛けをされたということで、はいはい、いや本当にますますね、はい、野沢温泉魅力がアップしてるわけですけども、ね、さああとですね、三木夫さん、まあ、その社長として ね、スキー場のもちろん発展を考えると思うんですけども、三木夫さん自身のですね、これからの、まあ、なんとか夢というか、なんかやってみたいこととか、なんか個人的になんかありますか？いや、もうすごいありますよ。あまりなんていうか最近まではそういう余裕っていうかね、考えたことはあまりなかったんですけど、はい、まあ、もちろんそのスキー場にもずっといるわけじゃないですから、はい、あとどのくらいか経てば、まあ、引退もしてっていうふうになれば、はい、まあ、楽しむスキーはしたいですね。あ、で結構もうせわしくしかしてないし、スキーはなんかこう、まあ、仕事であったりそのコーチ業であったり、はい、その前は選手でガンガン滑ってたっていう、ね、だから本当の楽しさっていうのは、まあ、あまり味わえてないんですよね。なんか常にずっと調整し続けていた、皆さんには提供し続けてるけども、はい、自分自身が本当に楽しんだのかなって思うと、はい、まあ、まだまだ、だから障害スポーツなんでスキーは、はいはい、歩ける体力あったらもう絶対できますから、はい、自転車と一緒に。そうですよね。いや、もうおっしゃる通りで、だから自分もまあそこはちょっとやって、まあ、孫とか子供たちと一緒に少し滑ったりもしたいし、はい、その辺はやっぱりちょっとスキーっていうのは発信していくのと今度自分自身も楽しんでいきたいなっていうのはありますね、はいはい、楽しみといえばお孫さん、はい、お孫さんのやっぱり存在がね、やっぱり三木夫さんのこれからの、まあなんていうか、まあ、生きがいというか楽しみをすごく、うん、増幅させてくれるのかなと思うんですけど、ね、お孫さん、まあ、そうですね、すずちゃん、まあ、ね、本当にね、もう元気で飛び回ってるんで間違いなく雪の上は大好きなんで、まあ、やっとこれで、まあ、2歳半、まだなりませんけど、はいはい、これで今シーズンは多分滑れるようになっちゃうんだろうなと思いますね。いや、もうやっぱりね、ケンケン検索さんなんかもやっぱりまだ仕事ですごく忙しいですし、やっぱりこうおじいちゃんの出番が、多分、待たれてると思うんですよ、で一番なんていうんですかね、その、お孫さんすずちゃんとスキーをする、うん、一緒にこう滑る教えるっていうことで、うん、大事にしたいなと思ってること、これはね多分今日ご覧になる、なってる、ね、皆さんへのアドバイスにもなると思うんですけど、そうですね、何ですか大事にしたいっけ、やっぱり白い雪の上でね、はい、景色を眺めながらできるスポーツ、はいはい、ないですから他に。そうですね、うん、これはもう本当に
世界中にいろんなスポーツあるんですけど、はい、やっぱりこの真っ白な雪の上でね、大自然の中で風を感じながらね、はい、滑れるで、しかも景色も眺めながらなんで、はい、こんなスポーツはなかなかないので、そうですね、それはや本当に伝え、もっともっと伝えていきたいですよね。いや、やっぱり これからの日本 このスキーマーケットを考える上でも、やっぱり幹雄さんのようにですね、やっぱりこうお孫さん連れて一緒にスキーに行くっていう、うん、そういう場面がたくさん増えるな、増えるといいなと思ってるんですよね。そうですね、はい、まあ、本当にね、いろんな今スキーされてる方も、うん、いろんな人にそういう発信をしてほしいですよね、はい、やはり自分自身が楽しんでやってるってことは他の方もやったら絶対楽しいはずなので、そうですね、はい、ぜひ、ね、お孫さんを連れてスキーを考えていらっしゃる皆様、ぜひスキーに出かけましょうお孫さん連れて、ね、お孫さんのスキーデビューはぜひ野沢温泉でということで、はいはい、いやー、みきおさん楽しみですね。ちょっと待ってください、3台でまず4種目全日本取ったわけじゃないですか、全日本ですけど、次女子ですね。あーねー本当に、まあこればっかりはね、自分がお願いしてやる話じゃないので。ですけどね、本人が好めば ね、それはもう全然応援しますけどね、はい、うん、いやでもきっとそうなりそうな僕は気がしません、まあ、本人 の元気な、はい、元気いっぱいで多分好き大好きだってさっきも言ってましたんで、うん、はい、これはもう力雄おじいちゃんのこれから非常に力が必要になるかなと思ってますけどもね、はい、さあ今日いろんな話も聞かせていただきましたけれども、幹雄さん最後にですね、ええ、ぜひこれから選手というか世界を目指す、うん、これからの世代を担うジュニアの選手たちに何かこの OB というか先輩として何かメッセージありましたらお願いしたいんですけども。そうですね、本当にね、スキーは素晴らしいスポーツなんで、もう自信持っていいと思います。こういうことを自分が目指すっていうこと自体が、はい、でやはりその夢をしっかり自分で持つこと、うん、はい、でそれに向けて迷いなく向かっていくっていうのはすごく大事なんで、はい、本当にですね、自信を持って、はい、進んでもらいたいなと思いますね。皆さん聞いていただきましたか、はい、ぜひ夢を持ってもう迷わずに自らの意思で行動を起こ す、ね、はい、頑張っていただきたいと思いますけども、そしてまたね、野沢温泉、スキー場の野沢温泉村、そして幹雄さん、片桐義理家の皆さんの、ご多幸もお祈りしておりますので、ぜひまたこれからもいろいろお世話になりますが、ありがとうございます、はい、今日は大変貴重なお時間をいただきまして、いえいえ、どうも、素晴らしい話も楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、では皆さん今日は、お付き合いいただいてありがとうございました。どうぞ良いシーズンを。